オートサロン直前に風邪をひく、どうも、ツッチーパフォーマンスです。ちょっとすみません、本当に月曜日からちょっと体調不良で、ちょっと喉がこんな感じなんですけど、今日は救急2の進捗をお伝えしたいと思います。オートサロン直前でもう救急2が仕上がって東京店の方に改装されているそうなんで、ちょっとこれから見に行っていきたいと思います。で、一緒にオートサロンに出店する車が、もう何台か、完成した車が東京店で一緒にあるそうなんで、ちょっとその辺もチェックしてみたいと思います。行ってみましょう。はい、で今東京店の2階ピットにやってきました。出店車両が勢ぞろいしております。こんな感じです。マクラーレン3台と、ウルスと、フェラーリ812、はい、板倉さんそんな避けないでください、はい。でですね、一番、シリーズでお伝えしたかったこの992が完成しております。完成はしてないのかな。実はですね、最後インテリアのパーツちょっといじりますって言ってたのが、これステアリングですねが最後交換されます、はい。でちょっとこの後そのステアリング交換するステアリングも届いてるみたいなんで見てみたいと思います。で最後にお伝えした状態から、一応タイヤホイールが変わってます、はい。ちょっと影になってるんで、これもじゃあインサートの絵を差し込みましょう、はい。テックアウトのデイトナ、はい。で色が、天面がポリッシュですね。でその他の部分がグロスブラックにペイントされたホイールになります。でこちらのホイールは純正と同じサイズになりますので、もう純正のタイヤがそのまま使い回せるっていう、お財布にも優しいチューナーホイールになってますね。でデズラも、まあ、チューナーのホイールなんで、まあ、出すぎず引っ込みすぎず本当にちょうどいい塩梅じゃないかなっていう感じですね、まあ、あとは本当に好みでもうちょっと出したければスペーサー入れて少し出してあげてもいいのかなっていう気がします、はい。なんで本当にやや控えめな感じが本当にまとまりよく決まってますね、はい。いやかっこいいわこれ、はい。でこちらが交換する992の、ステアリングになります、テックアウトで全て加工してもらって、下側と上側がレザーですね、センターマーキングだったり、あとステッチだったり、ポイントポイントでブルーを入れた仕様になってます、まあ、ボディカラーを連想させる感じですね。でその他、このスポークカバーは、高級感を高めるためにグロスブラックでペイントされています。やっぱり純正だとこの辺がもうプラスチックの素地なんで、まあ、ちょっと、まあ、残念な感じというか、まあ、正直ちょっと安っぽい感じが出てしまっているのを、かなり高級感を高めた、ハンドルになっているかと思います、はい。で握る部分に関しては、まあ、汗かいたりしても、ベタつかないようにパンチングレザーでかなりしっとりとした握り心地になっています。でもちろんパドルなんかもこのプラスとマイナスの中だけこのブルーの塗装が入ってて、よく見るとこんな凝ったハンドルになってます、はい。でこちらはもう純正の新品ステアリングをベースに、製作したものになるんで、今ついてるステアリングと付け替えて、完成になります。なんで、まあ、テックアウトっていうと本当にインステリアのもうフルカスタムとかっていうのが、まあ、連想される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、こういった、ステアリングだったりだとかフロアマットだったりだとかワンポイントで、この模様の部分だけ、オリジナルで作ってもいいと思います。いいかな、もうそのまま始めちゃって、はい。というわけで、ちょっとオートサロンに出す、ちょっと黙ってもらっていいかなオートサロンに出す5台の方はちょっと東京店内山店長から紹介してもらいたいと思います。いいですか、マイクの設定。あ、いいですよ、はい、はい。なんかちょっとダルンダルンですけど、ちょっと年、はい、も割と近いんで、かしこまってもあれなんで、僕の方が年下です、はいはい、いつも通り、はい、年下です。じゃあうちちょっと紹介してもらっていいですか、はい、はい。どれからですか。で992はもちろんシリーズでお伝えしますんで、まあ、詳しくご紹介できていると思います。であとはウルスに関してはこれ以前エアロパーツつけた時に紹介した車なんで、こちらもちょっと簡単に、でじゃあこれかな、はい、ちょっとじゃあそうですね、はい、これはでこれはタイホイールだけ。じゃあそうですね、今回 HRE のデモカーとして出展することになりまして、今回こちらの S200H だったかなを、注文してつけました。なるほど、はい。でフィニッシュがですね、ブラッシュドフェイス、ストーンウィンドウ、でリムがポリッシュ、すごい、はい、全部フルコース、オプションてんこ盛りなホイールですね、はい。どういうのって言われたら全部答えられるように全部入れるっていう。でもこれどんなボディカラーでも、あ、その前にこれ実はあれなんだよね、オートサロンのディスプレイをそうです履かせちゃってるっていう、はい。だからオートサロン終わったらもう誰か欲しい方がいたら、はい、在庫ですっていうホイールになります。そうです、はい。気になる方がいたらもうオートサロン
もうそのまま5000約いただけるホイールになってますんで、はい、でどんなボディカラーにも合うように、まあ、絶妙なこのガンメタリック で、ガンメタで、はい、で一応その表情がいろいろ変わるようにいろんな、まあ、ポリッシュだったりそうです、ね、ストーンフィニッシュだったり、はい、うまいことをまとめたねやってます、はい、これサイズ23?4 です4、はい、まあ、ウルスは24がいいですね、はい、やっぱりでやっぱり リアの方がリムがちょっと深く取ってそうですね、後ろが 12J?12.5?12.5、はい、なんかこれはちょっと内山セッティングな気がするけど大丈夫です、高校には支障がないんで正解正解です、もう超絶辛いと内山セッティングになっております、はい、で、あとじゃあ残りの4台を、はい、じゃあまずじゃあどうしましょう、こっちからいきます、こっちからいきます、はい、順番にいきますか、はい、これがマクラーレンの 720S、はい、これめちゃめちゃかっこいいな、ね、これがいいかっこいいですね、めちゃめちゃいい、ホイールがアナーキーの AN29 シリーズ2ですね、これフルポリッシュ、フルポリッシュで、やっぱりあの職人さんが、ね、一本一本見てきたやつね、そうっす、すごい本当になんかクロームみたいだもんね、うん、すごいな、やっぱアナーキーのポリッシュ綺麗ですよね、え、これ他になんかパーツは、これはあとカプリストのマフラーを入れてますね、はい、もうだいぶテールエンドも焼けてますが、この辺ってペイントしてあるの、いや、ここはスモークフィルムでちょっとこうフィルムでワントーン落としてあるんだ、あ、なるほど、まあ、赤すぎてもね、いらない、はあ、すごい、で、前回りがフルラップ、まあ、プロテクションフィルムで、なるほど、いや、すごいな、これ、まあ、オプションのカーボンもてんこ盛りなんで、そうだよね、全部これオプションだよね、はい、オプションです、すごい、3段階ぐらいオプションがあるのかな、カーボン、はあ、全部入れるっていう、もうベースがすごいから、そう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 、もうちょっとローダウンとタイヤホイールと、うん、もう乗るためのプロテクションとかでも決まっちゃうっていう、まあ、エアロパーツつけたらもっといいかもしれないです、これ色やばいね、ソーリスっていうボディカラーで、あー、はい、え、もしかして向こうの675も同じソーリス、すげえ、ちょっとじゃあそれは順番に、いや、この 720S すごいですね、本当に内山店長曰く、まあ、よりアップグレードするんだったらエアロっていうはい、いいかな、はい、目が円マークになっております、はい、じゃあ続いてこちらを、はい、あれこっち行かないの、あ、こっち行く、じゃあ色同じ色つながりで、同じ色、はい、これもこれは 675LT っていう車で650ベースの、スペシャルモデルですね、なんかこう普通に買えないんだよね、買えないですね、一応限定車みたいな、でなんか650持ってないとなんか買えない、そうなの、へえ、だからなんか普通にくださいって言って買える車じゃないっていう、だからもう車自体がもうめちゃくちゃ特別で、なおかつそのスパイダー、うん、でホイールが一応1221の、これも攻め攻めなデザインで、うん、これがすごい、これなんだっけ AP2XR5995、 12はもう本当にこの辺の削り込みと、あとこのフランジのところの削り込み、うん、すごいね、すごい、これは本当に、これ本当にぜひ会場でもし、見る機会があればちょっと見ていただきたいフィニッシュですね、はい、これは普通にブラッシュドクリアのフィニッシュになってますね、でリアのコンケーブがもう、うん、まさにすり鉢状に、はい、これはもうじゃあタイヤホイール変えてローダウンしてだけかな、なるほど、いや、マクラーレンいじるとかっこいいよね、かっこいい、すごい、じゃあこっち行きますか、はい、じゃあこっち、あとでこっちは、はい、マクラーレンの 570S、はい、で車ですね、でエアロパーツが1060インダストリーズのカーボンパーツをフロントとサイドとリアディフューザーにつけてます、なかなかアグレッシブなデザインで、はい、ちょっと車が仕上げの前なんで汚いですけど、そこはあの加工でうまいこと綺麗にしといてね、スッチーなら加工で何でもできちゃう、頑張ります、もうちょっと俺も細身にしといてくれてだったらツッチーダイエットする必要なかった、いや、もうね、あの海外出張いて戻ってるからどんどん、ね、着実にどんどん体重増えていってます、ちょっとね余談挟みすぎましたね、はい、これが LVSM、 はい、ロティフォームの単造ホイール、はい、まあ、ちょっとこれはスリーピー、スリーピーです、あ、スリーピーなんだ、このフィニッシュの組み合わせをやりたかったので、すごい、まあ、ここがこうディスクの穴開いてるから、こう下のリムもなんかこう、あ、なるほど、ね、見えるからなんか面白いかなと思って、はい、勝手にデザインを選んで
ちょっとなんかこのメカメカしい感じ、うん、がね、マクラーレン、なんかマクラーレンの足元にすごく合ってる、うんうん、でちょっとこのブラウンっていうかなんブロンズ、ブロンズがちょっと内装のオレンジもちょっとつながる感じがして、うん、そう、それはね、うん、たまたまあった嘘でしょだってホイール頼む時点でボディカラーとか決まってなかったから、偶然の産物だそうですいやでも本当にブラブス行ってもその内装の色に合わせてキャリペンしたりとか、意外にそのつながり持たせることで結構車のまとまりが良くなるっていう、うん、それはやっぱり常に意識してやってますよね、まあ、今回はたまたま、本当たまたまありがとうございます、はい、ありがとうございます、今気づいた、はい、でじゃあ最後こちらですね、これもまた強烈な車が812、すごい、これはちょっとカスタム点数多そうですね。そうですね、これはまたエアロパーツが、はい、これも1060インダストリーですね、フロント、サイド、リアディフューザー、あとはリアスポイラーもですね。あ、1060、俺今気づいたけど1060でちゃんと綾織り平織り全部、そう、これはやっぱり純正パーツでカーボン結構使ってるから、フェラーレは平織りだから、あ、平織りでオーダーして合わせた。なるほど。いや、なんか全然違和感ないなと思って見たら、なんかエアロパーツだけこう綾織りになっちゃうと目の雰囲気が変わっちゃうんで、やっぱそれは。なるほど。フェラーリって言ったらこの平織りのね、ちょっと細かい純正が平織りだから、うん、なるほど。いや、リアのディフューザーもすごい、これ、うん、これ真ん中にこうレインライトがつくオプションとかあったりするの？ない。あ、ないんだ。これつくのかなと思ったらなかったっす。あ、そうなんだ、はい。でもなんかちょっとそんなのを彷彿させるデザインで、だいぶリアディフューザーがアグレッシブなデザインだから、すごい、えぐ、はあはあ、で、これはホイールは、ホイールがですね、はい、ADV1 のアドバンスドシリーズ、ADV10.0 トラックスペックですね。え、トラックスペックかトラックスペックですもう、ね、いっぱい、これも攻め攻めなデザインだ ね。そう、やっぱりメッシュなんだけど、もうえぐり方が、これもなかなか動画では多分伝わりにくいと思うんだけど、このスポークの高さがね、うん、こっち低くってこっち高くって、なおかつ横もこうえぐりが入ってて、ものすごくこう立体的な、そうで、全体的にコンケーブもしてるし、メッシュっぽいデザインなんだけど、まあ、うん、ちょっとこの車のイメージにエレガントだけど、やっぱりそうスポーティーな一面も持ち合わせてる車だから、トラックスペックだけに、 その通りです。いやー、すごい、はい、っていうオートサロンに出す車がなんと東京店に6台集結しちゃってるっていう、はい、本当ね、はい、車がすごいことになる、はい、というわけでちょっと簡単に紹介させていただきました、はいはい、で、あの詳しくはあの東京オートサロンの会場でご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひご来場の際はボンドブースまでお立ち寄りください。それでは、ボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。